こんにちは、すずなりの湯の松尾です。無肥料無農薬無効期、そして虫を殺さない無殺生農業の可能性を研究して日々実証実験しております。で、今日はですね、6月3日土曜日、畑ボに来ました。でですね、ここに、皆さん見てお分かりの通りですね、これあのグミなんですよ。で、この前ですね、あっちに植えてあるびっくりグミですね、あれを鳥が全部食っちまった、忽然と姿を消した。で、コメントでですね、それはイソヒヨドリとかヒヨドリなんじゃないかみたいなコメントをいただいてですね、やっぱり鳥なんだということでですね、それが本当に鳥さんなのかを実証するために、こうやってですね、あの鳥よけの網を、こっちはの西洋グミの方はグミが少し残っていたので、そこにかけてみたんですよね。そしたらですね、ほら、ご覧の通りグミが残っております。ですので、やっぱりですね、鳥が一夜のうちに、こう、空からですね、キャー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 、あの、ヒッチコックの鳥みたいにですね、数千、数万羽の鳥がですね、空を黒く埋め尽くして、ブワーって来て、で、グミをパクパクって食べて、ファーって去っていく。みたいなですね、そういうことがですね、鈴谷農園で起きているかもしれない、ということなんですよ。ただですね、あの、コメントに書いていただいたのは、イソヒヨドリがですね、イソヒヨドリの親鳥さんが、ヒナを5羽連れて、グミに来たと。グミをどん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 丸飲みにして去っていったみたいなんですね。だから、そこまで多くない鳥ちゃんたちが来て、グミを食っていたかもしれないです。なので、これをですね、あの、妻と一生懸命、これあの、行きつけの某ホームセンターナフコで買った鳥よけの網ですね。これをグミにかけてみたところ、こうやってですね、グミがちゃんと生き残っていて、こう真っ赤なんですよ、真っ赤。で、今日はあの、僕一人で来たんで、これを、取って、で、妻にプレゼントすると。そうですよね。あの、畑の宝石と呼ばれているグミですね。畑の真珠みたいな。畑のルビーみたいなですね。そういう風に呼ばれている、あ、嘘ですよ。本当は呼ばれてないですけど、真珠を、グミを取って、で、これを帰りたいと思います。で、これを取るところを、お見せしたいということになっております。鈴なり農園はですね、野菜も虫も鳥たちもですね、みんな仲良し鈴なり農園というキャッチフレーズでやらせていただいておりますけども、鳥さんがですね、あまりにもやりすぎた時は、こうやって人間様の知恵でですね、鳥さんから僕たちの楽しみを守るということもやっていく鈴なり農園でございます。ちょっと鈴なり農園に来る鳥さんに次ぐ、ちょっとぐらいは食ってもいいけど、全部食うのはいかん。全部食わないでください。お腹空いてても。ね、ちょっと残しましょう。ね、そしたら食べていいから。ということでですね、これちょっと網をしました。でも網すごいですね。網てきめんっすよ。網かけたら食べられんもんな。これね、これ下がこう開いてるんで、こっからこう入って、ね、ぴょんって枝に登って、食べて、降りて、去っていくとか、僕そういうことをするのかなと思ってたんですけど、鳥さんはそこまでこう、頭が回らないみたいで、こうやってですね、網をかけるだけで、ちゃんと残ってると。で、結構今、あの、道端を車で走ってると、あの、琵琶とかに袋がかけてあったりとかですね、あとはネットがしてあったりとか、庭の琵琶の木対策をしている、家みたいなのもあるんで、ちょっとそういうのもですね、皆さんあの探してみてもらうと、どれだけですね、鳥さんたちが実を食べているか、しかもですね、マナー違反をしているか、ということをですね。ただですね、あの、鳥さんたちも、なんですよね、こんな美味しそうなものがあったら、それは全部食いますよね。僕もお皿にグミが入ってたら、全部食っちゃいますね。あ、そうですね。やっぱ妻の分は残すかな。だからやっぱりこう、仲がいいと相手のことを考えてちゃんと残すということでですね、今ちょっと話しながら思ったんですけど、自分ですね、あの鳥さんとのまだこうコミュニケーションがうまくいってないのかもしれないですね。鳥さんとあんまり仲良くなれてないのかもしれない。自分ではこう、鳥さんと仲良しだよみたいに言ってるんですけど、多分ですね、鳥さんが満足するほどのものがこの畑にないんですよね。だから全部食っちゃうんですよ。これが多分あの、3メートルとか4メートルを超える大木になって、グミが
何千個ってついたら、多分ですね、鳥お腹いっぱいになると思うんですよ。でも、鈴なり農園はまだ2年目で、これグミ1年目、1年経ったぐらいなんで、まだそんなにならないんですよね。だから、鳥さんがですね、まだ満足できるようなギブをできていないのかもしれない。ギブ&テイクですよね。皆さん、テイク&ギブじゃないですよ。与えなさい。まずは与えましょうと。そしたらそれが巡り巡って自分に返ってくる。くれくれくんじゃダメですよ。くれくれくん。よく言いますよね。くれくれくん。ね、あれしてくれ、これしてくれって。そればっかり言う人いますよね。ああいうんじゃ、もう誰も何もしてくれません。まずは自分が与える。だから自分が鳥にグミを与える。すると鳥さんが返してくれる。っていうですね、そういう関係をですね、鳥と作りたいんですけど、これ、網かけちゃいました。うん。まあね、びっくりグミのグミ丸ごと1個と、あとはこれ超一部なんですよ。こちらにもいっぱいあったんですけど、これも全部食べられてしまって、ここは一部だけ網をかけたので、ここぐらいはですね、こちらの僕たち夫婦のですね、些細な楽しみに、毎日毎日ですね、真面目に生きている僕たち、鈴なり農園ですね、の楽しみに、ここのグミちゃんぐらいはですね、とっときたい。とっといても。とっとかして、とっとかせていただ、とっとこハム太郎、とっとかせていただいてもいいかな、なんて思ってます。で、一番被害を受けているのが、この人参の花ですね。ね。人参の花。これね、ちょっと海の近くには咲いてるんで、一緒に網しちゃいました。これ別にね、誰も食わないんですけど。ちょっとこれ取ってみたいと思います。ちょっとこれを撮ってみたいと思います。これですね。ちょっと網越しなんで見にくいかもしれないですけど。よいしょよいしょ。これ。すごいな。真っ赤っかだな。えい。こんな感じです。ね。真っ赤っかでうまそうですよね。で、グミって、すぐ悪くなるんですよ。なんで、スーパーでほぼ売られていないって言われてます。売られてない理由っていうのは、すぐ、ぐちゅぐちゅになっちゃうからなんですよね。なので、こういう家庭菜園とかですね、こういうところで楽しむしかないということなので、これはですね、我々の特権なんですよ。来年もですね、網をかけたいと思います。はい。じゃあもう一個取ってみます。次、これ取りますね。これ2個。はい。えい。あ、落ちた。ね、結構いい感じに売れております。これ結構甘いと思いますよ、これ。結構ですね、グミ甘いんですよね。栄養分も大きいですね。美味しいっす。こんな感じで、ちょっと残りもですね、取って持って帰りたいと思います。で、本当は100個ぐらい取れるはずだったんで、どうやって食べようかね、みたいに詰まっていてて、ジャムとかいいね、とか言ってたんですけど、もうこんだけになっちゃったんで、これをですね、冷やして。食べたいと思います。はい。もうですね、グミはですね、鳥さんの大好物です。なので、全部食べられる前にこうやって網をしたら食べられないということが分かりました。ただ、これは野菜も虫も鳥たちもみんな仲良しな鈴なり農園の本来の姿ではないと僕は思うんですよ。なので、もっとですね、このグミの木がめちゃめちゃ大きくなって、3メートルも4メートルにもなったら、この網を取っ払ってですね、で、鳥さんたちと一緒に仲良くグミを食べるというようなですね、そういうグミ祭り with 動物 in 鈴なり農園っていうのをですね、ぜひ開いていきたいななんて思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが気に入っていただけた方はですね、ぜひチャンネル登録していただいて、であとは高評価とかコメントとかいただけるととっても嬉しいです。はい、それでは失礼いたします。さよなら。